レースにはトラブルがつきもの。そして時にセーフティカーというものが出る。そして私はモナコの周回遅れを見て思った。モナコなら自分がセーフティカーなれるんじゃね？気になったからやっていこう。よし、行くぞー。さあ、こっから逆走してヘアピンまで行ってますぞ。来ました。この一番前のオコンをひたすれば全体詰まるはず。そしてここはモナコの中でもかなり狭いところ。そう簡単には抜けないだろう。ちょいちょい危ないな。気を抜いたら一気に抜かされるな。こやさて、このヘアピンで一気に速度を落とし、それによって遅れてる車も追いつくことができる。そして次のトンネルストレートは中央だ。あそこで行かれたらもうチャンスはない。次のコーナーから気を引き締めて、ちょっと速度も上げておこう。よし、行くぞ。こっから立ち上がって、抜かされないように。やめなさい。よしよし、このまま飛行まで行くぞ。この速度を維持して抜かされないように。アウトから仕掛けてきたな。しかしこの狭いコースでは無駄だ。よし、いい感じだ。このまま隊列を組んで全員合流させてみよう。きちんとピンクのジェットが気になる。そしてここはかなり開ける。みんながサイドバイサイドになって襲いかかってくる。そこをうまくスタートして、一体何が起こりやがった。クソ、誰が。ここでもう一度見つかえす。僕は今セーフティカーなんだ。抜かしたらペナルティあげちゃうぞ。さあ、メインストレート。ここでも少し速度を上げて隊列を整えていこう。そして1コーナーで抜かれないように結構張り付いてるな。しかし次のコーナーで差を広げてやるさ。一軽しまったならばでも行かせるか。はい、やらかしましたね。フェラーリが道を塞いでみんなが押してる。復帰したね。さあ、もう一度やりますかね。隊列綺麗やな。これを全体編みと、いい景色になりそうです。さて、次のコーナーはカモだぞ。一気に速度を落として密集させてやる。うか、押されて結構速いし、ブレーキブレーキと。そりゃ次のトンネルもかなりいい景色なんよな。ここでトラックモードに転送。
けどちょっとスピード出しすぎたから後ろが追いついてこないな。ちょっと冷たいけどここではやりにくい。そして後ろからまた来やがった。アメーヌバリオ、よしこのままゴールに行くぞ。わ、何してくれてんじゃーか。しまった、一気に順位を落としてしまった。仕方ない、かなりが明けだが。スピンさせるほど強くは押してない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけだ。まだ終わってない。そっか、練習してるのがオール中だからきっと眠い。やばっかし、しかし前に置かれてしまった。やめるしかない。もう一回ぶち抜く。右のピンの底力見せてやるぜ。これが千馬力の冬のだー。いってよし、マックスに追いついてきた。このまま終わらす。この後結果見たらみんな2秒以内入ってた。